婚活リアルトークラジオサムシングフォー。サムシングフォーとは、花嫁が結婚式で身につけると幸せになれると言われている新しいもの、古いもの、借りたもの、青いもののことです。パーソナリティは村田ひろ子と悦子がお送りします。この番組は東京銀座池袋で展開するバーリブレとコーラでヘルスケアする新習慣を提案するクラフトコーラシロップメローコーラでお送りします。はいはい、今週も始まりました。始まりました。はい、あ、今週何があった？今週、いや、わかんない、ちょっとまだ収録なんでまだ来てないんですよ、今週が。あ、そうだよねそうだよねそうなんですよ。どうだろうね、もう9月後半ですからね。まあなんかこう夜とかはだいぶ涼しくなってますよね。ね、まだまだ昼間は暑いと思うんですよ。なんか10月ぐらいまで、ね、毎年暑いじゃないですか。そうそうそう、なんだかんだ言って。そうなの、うちの近くに ね、うち川越なんだけど、うん、埼玉県の川越祭りってあるんだけど、うん、10月の中旬ぐらい、うんうん、まあ、そこが栄えっていうイメージが川越市民はあって、ね、それぐらいかもしれないですね。そうなの、もう夜になるとやっぱちょっとジャケットとかちょっと羽織りのが必要だけど、うんうん、昼間はまだ1枚です、ね、暑いってね、ニュースとかでも連日やってますよね、うん、昼間は猛暑だっつって、ね、うん、だって、まあ、今日のねこっちの話だけどまだ30超えでね、うん、暑いからね。暑い、まあ、沖縄はねまだまだ、まあ、まだまだ泳げちゃってるから夏です ね、 ね、うん、夏だもの ね、 ね、それが沖縄のいいとこですからね。そうだよ ね、 ね、まだまだ全然泳げるしね、うん、ってことですよってことまだまだ夏ってことね。まだまだ夏、うん、ね、沖縄いいなという感じなんですけども、はい、今日はちょっとね、はい、季節を先に進めてみまして、はい、12月ってやっぱりね、うん、プロポーズする方多いんですよ。やっぱそんな感じ。なぜならクリスマスがサンタさんやってきますからサンタさんがなサンタさんになっちゃうのね。なっちゃうんです ね、 ね、気持ちはね、そうそうそう、サンタさんになっちゃう。もう気持ちはあれよ山下達郎、そうそう、古い私私たちはちょっとあれですけど、令和の若い方にはちょっとわからないかもしれないけど、うん、もうね、そうそうそう、きっと君は来ないんですよ。そうなんですね、いや来るんだけどね、来るんだけど ね、 ね、そうそうそう、そっか、やっぱね、どの年代にもクリスマスはやってくるってことだね。やってきます、そうですね、うんうん、なんで多分ね、うん、そろそろそのクリスマスを目標にプロポーズしようと思ってる方は、うん、そろそろそわそわしてくると思う。そわそわだ ね、 ね、指輪どうすんだとかね、うんうんうん、どこでプロポーズしようかなとか、うんうん、クリスマスに向けて、うん、楽しいね、準備が始まる頃かなっていうので、うんうん、ちょっと今日は結婚式についてね、結婚式ね、ちょっと話題にしてみようかなと思うんですけど、うん、その先だね。そうそうそう、もうそれが OK 出ました。そうそうそう、じゃあ結婚式どうする、うん、って話だね。そうそうそう、うん、どうですか、えっちゃん、結婚式はやられたんですか？私はね、結婚式したの、まあ、はるか昔、そうだな、30年前ぐらい、はい、ざっくりね、うん、30年20年、うん、まあいいや、それぐらい前の話だけどジャマイカ行ったんですよ私。すごあれ、そう30年前ぐらいね。そうそう、30年前結婚式でジャマイカ行く人なかなか聞かないですよね、うん、そうなの、30年前って、うん、ジャマイカに行くことすら確かにね、そんなにあまりなくて、うんうんうん、いや多分今でもあんまりなさそうなイメージですけど、うん、なんかそんなに海外ってしょっちゅう、今は意外とね、うんうん、こういろんなとこ行けるけど、その頃ってメインなところしかあまり聞かないから、うん、なんか行かないようなとこに行ってみたい、うんうんうん、と思って、うん、じゃあどこかなって思った時に、うん、その時レゲエが好きだったから、うん、まあすごく詳しいわけじゃないんだけど、レゲエの曲が好きだったから、あ、なんかジャマイカ行ってみたいなと思ってジャマイカに行ったんですよ。すごいっすねやジャマイカの結婚式ってどんな感じなんですか？ガゼボ。ガゼボって何？異民族衣装？いや違いますよ、海に突き出てる、こう海からこうまっすぐこう、素敵、なんていうの、なんていうのか、まっすぐこう歩いてって、うん、
こうその先にこうあるんですよ。そこなんかちょっと屋根があってチャペル的なチャペルというか、そうですね、うん、屋根があって鐘鳴らせ的なやつ、そんな雰囲気、その、まあ、鐘まではないんだけど、うん、そんな雰囲気のところがあって、はい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 、そこに、神父さんがいて、うん、なんか誓いの言葉的なことを言うんですよ、うんうんうん、それでやってきたんですよ。それジャマイカ語、神父さんジャマイカ語で、ジャマイカ並びなの、な、なまりなの、うんうんうん、英語なんだけど、英語なんだ。だからね、いちいち通訳の女の人がいるんだけど、ついてきてる。そう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 、通訳の人がなんかこうちょっとこう、あ、なんていうの、ちょっとこうドレスの裾とか持ってくれる役目をしてくれるんだけど、いちいち、みたいな感じ、な、何言ってるか全然わかんないみたいな。通訳の人も日本人ではない。日本人の方、あ、日本人の方、よかったですね。そう、その方は、ホテルの中にいる日本人のガイドさんみたいな感じの方がやってくれるんで、うん、まあ安心だったんですけど、うんうん、まあでもね大変でしたよ。いろんなハプニングがありました、うん、まあエツコハプニング、うん、普通だったらまあ、その今わかるんですよ、マイアミで一泊して、こう行くっていう、うん、なんか2回ぐらい乗り換えていくツアーだけど、はいはい、うん、もったいないなと思って、うん、もうそのまま行っちゃえっていうなんか強行突破コースを勝手に組んでもう真っ暗な、もう何もないジャマイカに夜は着く、うん、で多分ね、これね、これ多分行ったことある人は多分よくあることだと思うんだけど、最後に乗ったジャマイカまで行くちっちゃな飛行機、うんうんうん、飛び立つじゃないですか、うん、なんかね、あの喧嘩しだすわけですよ、うん、あの添乗員さんと、添乗員さんと、うん、黒人の方が、はい、どうやら、お客さんじゃなくて、お客さんが、うんうん、どうやらなんかアルミホイルみたいなのがあるんです、はいはいはい、これはなんだみたいな感じで、うん、なんか運んでんじゃないかみたいな喧嘩しだすんですよ、うん、で私は運んでないわみたいなことを言ってる感じがするんですよ、うんうん、はあ、怖いなと思って、うん、まあその方捕まってましたけど、捕まったら分かんないけど、なんかちょっ と, ょっとこっち来てくださいと、全然出れない感じになってましたけど、うん、で、あとはあの着陸するときに無事着陸したんですよ、うん、普通じゃないですか、うん、その瞬間みんな立ってナイスフライト、拍手喝采、はいはい、ナイスじゃない日あるんだっていう、もう行きからそんなところですよ。で、まあ無事着いてなんだかんだありますけど、あれおかしいなと思ったことがあって、ウェディングドレス持ってったんですよ、うんうん、ね、都内で選んで、うん、借りてね、うん、なんか開き具合がおかしいなと思ったんです、うん、でまあいいやいいやこれでと思ってやったんですよ、うん、でも部屋戻ってきたら、うん、あの中に履くなんて言うんだっけ、膨らむやつ、ドレスの中に履く、こう膨らむようなの、カサカサするやつ、あれがねひっくり返ってた。ひっくり返るってどういうこと？あの持っていくのにふわーって膨らんじゃうから、はいはいはい、なるほどね、ひっくり返して畳んでたのね。なるほどなるほど、だから全然広がらない、膨らみが足りなかったとか、なんか ねジャマイカいろいろありましたね、面白かった。私そういうハプニングが大好きだから、うん、まあ、でもそれも醍醐味っちゃ醍醐味ですよね。そうそうそう、海外のウェディングね、だからそういうこととかありつつの、まあ、私はジャマイカだったんだけど、うん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 、今もねいろんなところでみんなされると思うんだけど、うん、やっぱ海外だとハワイとかがね多そうな感じですよね、うんうんうん、あと何、アジア圏のリゾート、うんうん、バリとかさ、うん、ああいうところとかじゃないですかね。先日ね、うん、うちの甥っ子がフィリピンで結婚式やったんですよ、うんうん、そういう感じですよね、きっとね、人気なのはね、すごいですよ、1日がかり、あって言うよね、なんか向こうのね、う結婚式のなんかしきたりみたいなのでやると、そうなんですよ、でなんか 何百人も来ちゃうみたいな、そう、あのね誰が来てもいいみたいなそう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 、そうらしいね。で前の日は、まあ、これフィリピンの形だと思うんですけど、男の子パーティー女の子パーティーがあるんですよ。あで新郎新婦別れてパーティー行われ、うんうんうん、もうそこでクタクタじゃないですか、うん、でも朝の結構8時9時ぐらいからもう教会ですよ、半日ぐらい教会、うん、だから半日も膝で半分こう立ちながら、あ、じゃあ座り立ちみたいなのして、もう膝が痛くなるっていう事件で、なんかねテーマカラーを決めるらしいんです、うん、だから女性たちはその時は、私の場合は青、うん、青のドレスで来てくださいみたいな感じで、うんうん、青のドレスかないよね、大変ですよね、うん、でそこからまたパーティーですよずっとパー
ーティーです。それあれじゃなんか現地の方と結婚したってわけではなく、現地の方、奥様が現地の方なんです。現地の方と結婚した、まあそうですよね。ああ、そうそう、日本人同士で向こうであげるって言ってたら、はい、なかなかそのね、ガチというか向こうのしきたりでやるっていうのはなかなかなさそうだなと思ったんで、はい、ごめんなさい、そうそうそう、ちょっと違った ね、ごめんなさい。いや全然そう、奥様がね、フィリピンの、そういう結婚式があるっていう、なかなかだから体験できない体験ね。そうなんです、だからいろんなね、国のこの結婚式のタイプがあるから。でもね、今ほら国際結婚多いからね、うん、確かに ね、いろんなタイプの結婚式があるんだろうな、うん、そうですね、乾杯一つにとっても多分ね、うん、いろいろありそうですから ね、でも行ってない国での結婚式とかも楽しいよね、きっとね、うん、まあ、そのままハネムーンってことになるんでしょうね、うん、きっとね、うん、海外でやられる方とかだとね、うん、そうですね。だから私の場合も結婚式ジャマイカでやって、帰りニューヨーク回って帰ってきましたけど、うんうん、まあ、ほぼほぼ喧嘩ですよね。昔羽田離婚、そうそう、流行ってたじゃない、うん、ね、羽田じゃない、成田離婚か、成田離婚、うんうん、そう、成田離婚ってドラマもあったぐらいね、うん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 、ね、流行ったよね、うん、今言わないね、言わないね、今成田じゃ離婚しないんだてか今は普通に生々しくもう短時間で離婚が発生されてるから、皆さんね、でもね、もうちょっとそういうことのないようにちゃんと見極めてね、まあ、そうですね、相談所で結婚するといい。あとあれじゃないですか、なんか最近は、うん、その結婚式、まあ、海外でやる方はちょっと分かんないですけど、うん、結婚式からちょっと時間を置いてから旅行行くって方も多いんじゃないですか ね、昔はだって結婚式の翌日みたいな ね、あれ大変だよね、忙しいですよね、うん、確かにね、そう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 、すごい忙しかった ね、それ喧嘩もするよ ね、そうそうそう、気持ちをね、お互いに落ち着かせてゆっくり旅行に行きたいですよ ね、だって結婚式までの間もまた大変じゃない、うんうん、大変ね、そこで一番喧嘩するっていう、うん、ね、まずどこでやるっていう問題があるじゃない、ね、どうなんだろう、そうなんですよね、だからその地方が、例えば東京の出身だったら東京でそれはやりますけど、うんうんうん、東京出身の人と、うん、どっかね、あ、長崎とか九州出身の人を取ってやるってなったら、うん、どこの式場でやるの、中間地点なのかとか、じゃ東京でやるのかとか、うん、じゃあ旅費は誰が出すんだみたいなね、お車代ね、いろいろありますよね、いろいろある。だからうちの場合はね、私は東京とか埼玉でしょ、で旦那様があの大阪の方だと、うん、そうすると関東か関西かってなりますよね。でも住んでるのは関東だけど、うん、でも関西だろ、もう私めんどくさくなっちゃってジャマイカ行こうみたいな感じになります。なるほど、そういうこともあるんですよね。そうそうそう、ジャマイカだからみんな呼べないっていう、それもある、うん、遠くにした、それも今も聞きますよ、それは。あ、やっぱそうなのね、うん、それが一番いいんじゃないか。なんか例えばその人間関係っていうか会社のね、うん、方をじゃあ誰呼ぶんだってなった時に、うんうん、選べないと、まあ、問題が起きると選ぶと、うんうん、じゃあもう来れないところに行っちゃおうっていうパターンも聞きますよね。そうそう、それでも来たい人はね、うん、あの旅行がてら来てもらえばいい、ぜひ来てください。そう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 、ね、あるけどね、そうそうそう、うん、そうだよね、それは今でも聞きますね。そうね、まずはね、うん、その場所っていうか、土地選び、うん、どこでやるか問題からの、あと結婚式場なのか、そのパーティースタイルなのか、うんね、そうですね、今はなんかね、そういうレストランウェディング的なね、うん、ものも増えてるし、そういうのができるおしゃれなレストランみたいなのもね、うん、増えてますからね、うん、どちらでもいいと思います。そういうだからレストランウェディングみたいな方も増えてるみたいですよね、うんうんうん、あれ私好き、なんて言うんだっけ、1人が踊って2人が踊って3人が踊る、あ、フラッシュモブ、あれ、私絶対私が今若くって結婚するとしたらあれやってもらいたい、だってなんか例えばちっちゃい姪っ子から、まあ確かにね、親戚のおじさんまでが一生懸命踊ってくれたりするんで、うん、ちょっと友達とかと、まあ、一生に一度、うん、まあでもあれはやだな、プロポーズはちょっとやだ、式場プロポーズはちょっとやだ、式場は ね、そういう場所だから、うん、微笑ましく見れますけど、うんうん、プロポーズであれやられて、なんかね、道端とかであれやられちゃうとちょっとね、知らない人もいるね、しかもさ、断れないじゃんそれもあんのかな、いや、あれをやる人ってね、みたいな、うん、こと、いや、私も嫌だったら断っちゃうけどね、うん、なんかちょっとちらっと YouTube で見たのが、結婚式の時にカメラマンの人が、はい、なんかチーズってやってる時に、うん、
カメラの調子がおかしいなとか、とかなったらその人が急に踊り出すっていうのがあったんだけど、なんかそういうのとか、私こうハプニングとか好きだから、なんかそういうのがあったら結婚式とか面白いなって思っちゃう。なんかどういうのがあと今あるんだろうね、なんか最近のって。最近ちょっと式に出てないんでわかんないですけどね、そういうなんだろう、余興的なってことですか。いや、あんま変わんないじゃないですかね。でも変わらなかった。昔からこの間めいっ子の結婚式に、普通のあの結婚式場の披露宴に参加した時に、なんか相変わらずあのよくこう大学のお友達が半分上裸でみたいな、なんか踊りながら、大会系のね、踊りのやつ、こういうのってまだあるんだなと思って見たりとかしてた。あとあれらしいです、やっぱ鉄板は花嫁の手紙。あ、これはねなくならない、やっぱね、お父さん泣かすっていうあれね、あれはあるのね、いやなんか最近その結婚を控えてるね、知り合い、男性の知り合いがいるんですけど、もうあれだけでいいんじゃないかって彼は言ってました。まあ、なんか彼はなんか感受性豊かなのか、どの結婚式に行っても、花嫁の手紙で泣くって言ってましたからね。なんかいいね、そういう人って素敵だ ね, ねそうだから、なんか自分の生い立ちはもう3分の1でいいって、もう花嫁にフォーカスしてくれっつって言ってましたけどね。でもやっぱり結婚式ってもうどういう形でもいいけど、やっぱちょっと年齢的、私の年齢的な問題もあるから、やった方がいいなって思うんだけど、どう思う、ひろこちゃん。結婚式もそうかもしれないですけど、写真は撮っといた方がいいと思うんですよ、ね、思い出になるからね。そう、ウェディングフォト、まあ、あのウェディングドレスなのか白無垢なのかはあれですけど、結婚しましたっていう、なんかこう、そうなんかね、写真節目っていうのは、なんかそうね、こう例えば同棲しました、そのまま席入れました、ふわふわっていうのもその人たちなりの形なんだけども、なんかここで両家結婚ってやっぱ何々家のこう結婚だったりもするから、そういう節目ってなかなか親戚同士が会うっていう場所、ね、タイミングもないから、なんかできるんであればなんか私はした方が、まあ、確かにね、思いますね。その親族同士だけでお食事会とかね、まあ、式じゃないにしろ、そういうなんかお披露目会みたいなね、私たち結婚しましたっていう報告会みたいなね、のはあった方がいいのかもしれないですね、今後のね、お付き合いもあると思うんでね。なんかね、やった前、男性30代ぐらいの人が言ってたのが、なんかちょっと喧嘩したり、あ、ちょっともう別れたいなって思う瞬間があっても、あ、でもおじさんたちに披露しちゃったしなとか、なんかこう結婚式開けちゃったしな、変な話お祝いもらっちゃったしなとか、なんかそういうところで、いや、よし、ちゃんと結婚したんだ、みたいな感じで気持ち切り替えたりとか、もうちょっとみたいなね、もうちょっと頑張ってみようかなみたいな気持ちは生まれやすいかもしれないですよね。そう、誓ったんだ、やらないよりはね、よし、ちゃんとやんなきゃみたいなところもあるみたいなので、なんかちょっとこうストッパーにもなったりするかもしれない、ね、まあ、確かにその結婚ってね、固いかもしれないですけど、家と家のね、つながりっていうことは変わりないので、その両家というかね、そのそれぞれの家族とか親戚とかにお披露目するっていう機会は、まあ、式、大々的な式はやらないにしてもね、あの紹介しておいた方がいいですよね。そう思います、せめてフォトはマストです ね、フォトはマスト、フォトはマストです、やっていきましょう、ね、なんならそのフォトを親戚中に送ればいい。そう、ね、結婚しましたって言って、ね、まあ、よく年賀状とかでね、昔はありましたね、結婚したら必ずも年賀状でお知らせするっていうね、年賀状がね、ないからね、そう、まあ、データで写真もらって、だってあの、るっていう結婚式の招待状も今 LINE で来る、あ、みたいですよね、あ、もうこういうデジタルな時代だな、ね、みたいな感じ。そのうちご祝儀とかもペーペー？ペーペーなんじゃないですか。だって今お賽銭がね、あれペーペーなの？ペーペーとかでできるようになってますから。あらまあちょっとなんかね、それはそれでなんかあの
なんかこうご祝儀の袋もなんか楽しいじゃないですか、今すごいきらびやかなやつ、ね、すごいよね、あるからね、あれはあれちょっと楽しみの一つというか、だからペイペイとかだとちょっと寂しくなっちゃうなっていう気はしますけど、ご祝儀ペイペイねまあ、まあね、そのうちなりそうだなっていう、もうなってくんでしょうね、ねまあ、しょうがないです、はい、令和ってことで、そうですね、はい、そんな感じですね、ということで、はい、今日は結婚式についてね、はい、お話しさせていただきました、はい、ということで、今日はね、あの私の、今日は何飲むで、はい、私のねカクテル本からちょっとレシピ紹介したいなと思うんですけど、はい、女の子のための可愛いカクテルっていう本をね私出してるんですけど、はい、その中から今日はスタンダードカクテルを紹介したいと思います。はい、51ページにスプモーニーっていうのがあるんですけど、はい、スプモーニーって知ってます、うん、分かんない、絶対飲んだことあると思うんですけど、あのカンパリって赤い苦いリキュールがあるんですよ、カンパリソーダのカンパリね、そうそうそう、カンパリ、うん、とグレープフルーツジュースとトニックウォーターで作る、うん、女子は絶対好きな味だと思ってる、カンパリ飲める、そうそうそう、カクテルです。でこれはねもうスタンダードカクテル、スプモーニっていうカクテルなので、どこのお店に行ってスプモーニくださいって言えばこれ出てくるんで、今日のレシピは、まあ、それをご自宅でも楽しめますよっていうレシピなので、うんうん、紹介しますね、うん、はい、でカンパリはグラスの4分の1入れてください、はい、でそこにグレープフルーツジュース、スーパーとかでね、うん、売ってるやつ、4分の2入れてください、はい、でその上にトニックウォーターを4分の1入れます、はい、それで軽く混ぜてもらえば、お、出来上がり、出来上がり、まあ、氷入れてね、うんうん、やってもらえば出来上がりです、うん、簡単にできるね、そう簡単にできるんですよ、でこれ例えばバーとかで飲むと多分このグレープフルーツジュースがフレッシュのグレープフルーツを絞って作ってくれるので、うん、より美味しいっていう、果汁、うんうん、ね、そうそうそう、入っててね、はい、うんうん、まあ、自宅だったらあの市販のねグレープフルーツジュース作ってもらって、うん、使ってもらって、うん、やると、まあ、比較的こうガシャガシャって混ぜるだけでできるし、うんうん、簡単なのでぜひお家でやってみてもらえ、もう女子は好きだと思います、ね、うん、美味しそう、ね、これこの前、そうそうそう、この前ね、このスプモーニーが売りですっていうバーがあって、それなかなか珍しいんですよ、うん、まあ、スタンダードカクテルで簡単なんで、うん、言えば多分どこでも作ってくれると思うんですけど、うん、それが売りのバーですって、なかなかね、あの店名がスプモーニーっていうので、なかなか珍しいですよね。じゃあこだわってるんだ。こだわってますね。どうこだわってたの？グレープフルーツをし、なんかもうその場で絞るんですよ、うん、あの絞り置きしてなくって、注文が入ってから絞るっていう、でしかもなんかこうスクイーザーじゃなくって、うん、なんていうの、ガチャコンみたいな、そうガチャンってやるやつ、うん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 、あれで絞ってくれるんで、なんか見ててもなんか楽しいっていう、あとはなんか多分カンパリも、うん、普通のやつが一般的には流通してるんですけど、うん、あんまり手に入らないようなカンパリとかが置いてあったりとかしてたの、なんかね、店主がもう海外行って買い付けに行ったりとか、うん、なんか日本でなかなか手に入らないのようなやつがあったりとか、よくあの私が知ってるカンパリは本当にあのよくある瓶、あれあれあれ、そうそう、真っ赤な、あれぐらいしか真っ赤なやつ、ね、そうだからあれぐらいしか見ないよね、見ない、うんうんうん、もう普通のバーテンダーっても多分普通はあれしか見ない、カンパリといえばあれだよね、そう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 、違うカンパリもあるんだ、じゃあ味もちょっと違うんだ、ちょっと違うと思います、私はその違う種類のやつ飲んでないか分かんないんですけど、うんうん、違うと思います、へー、うん、スプモーニーね、そうそうそう、これはね女性は絶対好きだと思うし、うん、アルコール度数も低いので、うんうん、おすすめです、あ、度数低いの助かりますね、はい、うん、でね、バーで行けばさっき先週だっけ、フルーツカクテルのね、うん、話しましたけど、うん、やっぱビタミンとかもね、うん、取れるんで、うん、悪い酔いしなさそうな感じはしますよね、と悪い酔いだけは気をつけないと、ね、本当ですね、辛いからね、うん、次の日が ね、うん、みんなあれです、もう太古の昔からそうみんな二日酔いにそうほどほどに ね飲まないと、ウコンの力を借りてるかもしれないけど、ね、今違うのかな、ね、そういうの飲んでから、うん、ね、うん、飲む前に飲む、ね、なんかどっかで聞いたことある頼ってる ね、そうそうそう、年齢重ねると頼らないと飲めなくなっちゃうからね、そうなんです、うんうん、ということで、うん、これね、イタリアの、 あのカンパリってイタリアのリキュールなのでね、ちょっとイタリアンね、パスタとか食べながら飲んでもらってもいいんじゃないかなって思いますね、いいね、ピザとスプモーニー、うん、そう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 、ね、
そうそう、そんな感じです。今日はあのスタンダードカクテルをねご紹介したので、うん、家で作れそう。スプモーニーっていう名前を覚えていてもらえば、うん、いろんなお店で覚える、お願いしますって言えばね、スプモーニー、そうそうできますね。でもあれかな、はい、あのカクテルちゃんとあのバーであれだとちょっとこう、うん、グレープフルーツが乗ったりちょっとおしゃれな感じになってるんでしょ。なってるところもあると思います。家だとねもう簡単にね、そうそうそう簡単にできる。だから一回家でやってみて、うん、お店に行くとどんだけ美味しいのかっていうのをそうだ、ね、ちょっと確認しに行くっていうのも面白いかもしれないですね。そうそうそう、自分家で作った味とね違うもんね。そうそうそう、うん、ぜひバーに行ってね、うん、スプモーニー飲んでみてほしいなって。いやバーも素敵だから ね、うん、ね、沖縄のバーも行ってみたいけどね。行きたいですね、うん、ね、 ね、最近あの青森とか、まあ、青森作ってる会社がなんかジン作ったりとかいろいろあるみたいですから、沖縄のお酒ね。そうか、青森だもんね。そうそうそう。ね、あとあれ絶対無理だと思うんですけど、締めにステーキをちょっと体験してみたい。何それ？沖縄の人って締めラーメンじゃなくて締めステーキらしいんですよ。すごいね。ね、それが普通なんですって。あでも焼肉行く人いるから締めに、そう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 、締めに、締めに焼肉行く人いるから。すごいですね、うん。まあそういう感じなんでしょうかね。ね、うん。うん、ちょっと体験どこまで行けるかどうかわからないけど、私の胃はもうついていかないかもしれない。体験してみたいですね、うん、体験してみましょう、ね、体験しましょう、ね、やってみないことにわからない。そうそうそう、はい、はい、ということで、はい、今日はこんな感じでお送りしましたけども、はいはい、番組にご意見ご感想ある方はメールでぜひお送りください、はい、メールアドレスは somethingfor04@gmail.com、 something4 は英語で04は数字でお願いします。はい、ということで今週もありがとうございました、はい、また来週、はい、おやすみなさい、バイバイ。